はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数学的機能法丸2をお送りします。で、前回からね、機能法始まってこれで2本目です。で、前回も話しましたが、ちょっと途中式が長くなってしまうので、1動画1問でやっていきます。で、まあ2問だから2問目か、これでね。なので、できそうな子はぜひね、動画を止めてこの問題やってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、数学的機能法って何ぞやっていうのは、前回の動画で最初にね、説明してるので、そっちで確認してみてください。で、今回その機能法を使って証明したいのが、n を自然数とするとき、11の n 乗マイナス1、こいつが、だから N 乗が何の数字が入っても絶対10の倍数だよっていうことを証明したいんです。ちょっと前回と違うんだよね。前回等式だったから、これイコールこれだったんですけど、これを証明したい。でも結局やることは、1の時、そして K の時と K プラス1のそのコンビだね、の2つの2本柱でやっていくんですけど、まずこういう等式じゃない時は、この証明したい部分をね、アルファベットの A とかって置いてしまいますのが楽なので、だから最初に今回、11の N 乗マイナス1は、10の倍数である。で、このことを、例えば丸 A とするとかって置いて書いてしまいます、最初に。毎回これ書くのめんどくさいしね。で、これをまあ置いた状態で1番からいきましょう。じゃあまず一つ目、n イコール1の時です。で、か、n イコール1の時に、この a、この部分が成り立つかどうかを示したいんですけど、これはもう n に1を入れるだけなので、11の1乗マイナス1ですよね。で、もちろん11引く1なんで、10。ね、どう見ても10の倍数になったからね。だからもうこれを書いて、より、a、それは成り立つと。もちろん最初にね、この A を置かなくて、これが成り立つって書いてもいいんですけど、ちょっとめんどくさい、個人的にね。で、次2番いきましょう。で、同じように N イコール K の時だね。まず K の時に、あの A が成り立つと仮定します。で、これを A の時に、あ、ごめん、 K の時に A が成り立つと仮定する。ただあれだけだと言葉になってしまうので、式にしたいのね。で、式にする、これ中学の知識になりますけど、11の形乗、 n に k 入れるからね、形乗マイナス1イコール、これが10の倍数っていうのは、10に文字を使って書ければいい、その整数を使ってね。まあ何でもいいんですけど、今回 m とかって使ってみましょうか。 10mで、m は整数。これは中2かな、確か。の時に、何とかの倍数っていうのはこうやって置くんだと。例えば偶数とかで 2n とか 2m って置くじゃないですか。あれは2の倍数なんで、2に整数をかけてるんですよね。と、置くまで書くか。と、置けるか。書けるかな？置けるんだね。と、置ける。で、すれば、式が使うことができるんだね。で、今これを仮定したので、これは使って OK です。証明と成り立つと仮定したから。で、じゃあ置いたから、 K プラス1の時考えていこうぜと。時を考えるとです。で、結局この N のとこに K プラス1を入れた状態で10の倍数になることを言いたい。だから11のK プラス1乗マイナス1。これを計算していきます、今から。で、前回の動画でも言いましたけど、ゴールは意識しましょう、必ず。で、結局今、K プラス1を入れたこいつが10の倍数になってほしい。だから前回みたいな明確なゴールにはならないんですけど、10の倍数だから結局最後、10カッコホニャララとか、10かけるホニャララみたいな。こういう状態になれば10の倍数ってことが言えるので、ここまで持っていきたいのね。じゃあそれで計算していこうと。
で、これはですね、まあ、さっきも言ったように、これを絶対使います。で、11の形状にしたいんで、ここ、11を1個前に出してあげる。意図的にね。11×11 の形状マイナス1です。ここから11、1個取り出してあげて、こうやって無理にカーって書きます。で、そうすれば、こいつ、11の形状、マイナス1右辺に持っていけば、10m プラス1じゃないですか、こいつ。こうやってね、変形すれば。だから、11の形状のとこにあいつを入れます。これ間違っても、これをここに入れるってやっちゃダメだよ。これはダメね。なぜかっていうと、これ、こう分かれてるから。いいかな。だから、11の形状のとこにあれを入れるので、11、カッコ、10m プラス1、マイナス1となります。この部分ね、ここにあの青を入れたと。で、展開します。で、展開の時に、まあ、110m にしてもいいか。110m。で、後ろプラス11でマイナス1だから、プラス10になります。で、ゴールさえ意識してれば、10×ホニャララ、10カッコホニャララにしたいってことが分かってれば、あ、10くくり出せればいけんじゃんって気づけるので、10カッコ、ここは 11m プラス1とこうなる。これで、よっしゃ、ゴールの形いけたとなるんです。ただし、この後ちょっと注意が必要で、これは中学校の時も同じような注意がありましたけど、ほにゃららの倍数って言いたい時は、ここが整数なのでの一言が必要になります。必ずね。だから、今回も、11m プラス1は、整数なので、だから、どうしようかな。整数、だからにしよっか。どっちでもいいですね。整数、だから、まあ、きちんと書くか。入る。ギリいけるか。だから、ここの全部。10×11m プラス1は、10の倍数ってことが言えます。だから、これが10の倍数ってことが分かったので、よって n イコール k プラス1の時成り立つと、ちゃんと10の倍数なったでしょ、 k プラス1の時もみたいな感じってなる。で、これも前回と同じ1と2書き終わったから、最後に1により、まあ、全ての自然数でいいんで、またね、全ての自然数についてにしようか。いや、先生 N か、ごめん、自然数 N について成り立つと、これで終了となります。ごめん、またね、途中でピント合わせの忘れちゃった。いって。まあ、こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。まあ、大事なことは本当前回と同じですね。やってる方針も同じですけど、基本的にやっぱりゴールをちゃんと意識することが、やっぱ個人的には大事かなとは思います。では、今回は高校数学数 B の数学的機能法2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回3まだあります。はい、ちょっと続くんでね、まあ、次回の機能法ももしよかったら見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。